お前も一緒に飲む？ああ、いらない。っていうか、飲ませたら捕まるのはアキくんだよ。捕まっちゃうか。ああ、もう。おじいちゃんが飲ましたんでしょ。アキくんはお酒強くないんだから。いや、アキノブくんが成人して嬉しいな。シュウもすっかり頼もしくなって、ちょっと前まで秋信くんについて回ってたのにな。就職してから秋くんあんまり家に来なくなったもん。仕方ないよ。6歳差。秋くんが成人しても俺はまだ14歳。いつまで経っても縮まらない。へへシュー、力持ちになったな。背も伸びたし、かっこよくなっちゃって。モテたりすんのか？好きなことができた？そん時は応援してやっからな。バカ、目の前にいるよ。大きくなって俺がアキくんと結婚する。一応告白したつもりだったんだけどな。忘れてるんだろうな、アキくんのバカ。子供扱いも同情も嫌だ。ちゃんと18になるまで待つよ。だからどうか、それまでアキくんが本気の恋をしませんように。原作者さんや声優さんの励みになりますので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。